え、肉うどん。でも肉うどん茹でるって何？ポーン！マッチングした名前の食材しか食えない企画in 茹でる編、イエーイ。唐揚げもこがダバアキです。やってまいりました、人気企画、24時間マッチングした名前の食材しか食えない企画なんですけれども、今回は茹でる編ということで、タイトル2回言ったな。まあ基本的なね、調理工程をね、いっぱいやっていきたいんだけど、今回茹でるで、3回言ったの。皆さん、茹でると煮るの違いってわかりますか？茹でるは茹でたものをなんかそのまんま食うみたいな感じでね、食材を。で、煮るはその煮汁も一緒になんかいただくみたいな感じで違いがあるんだから、だから友達喋ってるみたいになっちゃった。でもみんな友達っていうか、ね、仲いいもんね、俺とね。仲いいもんね。今回マッチングしたものを全茹でしまして、24時間生活するということで。前回役をやった時はね、まあまあまあ、嫌なものもあり、いいものもありみたいな感じだったけど、茹でるはまあ、まあなんか何でもうまくなんじゃねえのわかんねえけど。茹でってまずいものってあるの？なんか。だって人間だって風呂入るからほぼ茹でみたいなもんだよね。ねえ。だからね、茹でなんてもう、茹でね。まあ、スプラトゥーン3でやるの初めてなんで、ルール説明していきたいと思います。スプラトゥーンって4対4の8人で戦うゲームなんで、基本的に自分を足さなかったら7人とマッチングするんですよ。そしてその7人の中に食材、食べ物、店名の名前があった場合に食材をゲットできるという企画です。で、マッチングしただけでゲットできるなんて、ちっちっち甘いルールではございません。敵に食材の名前がいった場合は、自分が倒したらプラス1人前食材ゲットとなります。で、その敵にやられた場合はマイナス1食材人分ジョンドバサパ、マイナス1人前食材がなくなってしまいます。まあだから分かりやすく言うと、唐揚げっていう名前のやついました。いっぱい倒して、いっぱい倒されたとしても、最終的にプラスになれれば食材がゲットできます。そして味方に食材の名前が来た場合は、ナイスを押して、その食材の子がナイスを押してくれたら1人前ゲットとなります。仲間の場合は2人前ゲットすることはできません。で、ちなみに店名の場合は、まあ大体みんなが知ってそうなチェーン店にします。で、そこのなんか看板メニューみたいなやつの1人前がゲットできるようになります。マックだったらハンバーガーとかポテト、サイゼリアだったらミランフードリアとか辛味チキンとかかな。はい、ということで、ただいまの時刻6時ということで、朝の6時です。今から7時までやっていきたいと思います。朝から何やってんの俺でもスーパーやってねえから10時からしか朝飯食えねえけど、何やってんの俺さあ、第1試合目、なんかある？なんかある？なんかあったか、わかんない。敵見れなかった。敵はサバサバか。え、わかんねえんだけど。魚か。え、でもサバの味噌煮みたいのあるから、味噌煮って言うってことは、まあもう似てるもんね。サバ、やべ、やられた。まあ、スクイックリンか。わかりました。はい。しかもよ、え、サバゲットしたらさ、あの、調味料はね、使っていいってルールがあるんで、サシスセソの。え、シンプルに、やばい！うん、サバの味噌に食えるくない？え、待って、サバ欲しいんだけど。ちょ、待って待って、ガチでいきます、これ。ちょっと、マジで今やばいけど。ガチでいく、本当にガチでいく。いや、マッチング素材、やばい。やった、サバ！とりあえず、来た。サバ今これでプラマイゼロ。よし！これで次キルしたらサバの味噌に食えるぞ。煮たらうまいものって何があるんだろう。もうじゃがいもとか煮て食いてえけどな。あとしゃぶしゃぶはギリ、煮物に入るのかな。煮物じゃねえや、茹でだよね。え、でもしゃぶしゃぶはしゃぶしゃぶでさ、あのしゃぶしゃぶ企画やりたいんだけど、もうゲットしたもの全部薄く切って、あのしゃぶしゃぶして食うって企画やばいな。サバくん、こんにちは。サバくん、サバくん、うわナイスです、ナイスです、ナイスだよ。うん、とりあえず芋って、あ、いるじゃん。ねえねえ、後ろにさ、サバの味噌に、なんでだよもう。あー、もうクソ、もうやばい、あと30秒しかないよ。茹でてうまいもの、もう俺ソーセージとか結構茹でて食ってたな。ソーセージうまくない？ソーセージ茹でんの。ちょっと待って、これ、あ、なんかサバやった。なんかサバやったんだけど。炭酸ボムでサバやった！やったー！サバゲットだー！イエーイ！サバゲットでーす！やったー！マジかー！試合負けたけど。でもさ、思ったんだけどさ、茹でたものってさ、もう水にめっちゃさ、入れてるわけじゃん。なんか、
味が薄くなりそうだから塩コショウとかで食う感じになりそうだよね。スイカ、スイカがいたな味方に。スイカは茹でないな。アユいたな今。敵にアユミみたいな、まあ一応ナイスをしとくか。スイカ押さねえか。嬉しい。あ、気持ちと、あ、もうなんか、なんか、もう、その辺いないなんか。いるね。いるね。ほっ。ナイス。そこでもいるな。君か。オッケー。アユゲットできないか。まあでも、アユはなんか焼いたやつが絶対うまいしな。よし。お風呂ゲットです。よし。お風呂入れる、これで。あ、もう最悪。ま、もしかして。いや、マジでやばい。マジで。まあ、正直、まあ、アユはさ、塩焼きがさ、俺めっちゃ好きなんよ。焼きの時に来てくれよ。いらんて。茹でん時って、まあ、それでもゲットしちゃ、え、待って。うまい、マジで。本当に。あの、マジで手抜いて、アユゲットしないとかやってません。スプラトゥーマンシップに乗っ取ってる、マジで。マジ、スポーツマンシップに乗っ取ってるけど、マジでシンプルにうまい。いた、アユ。ほら、そこだ。まずい。え、待って、本当にごめんなさい。マジでうまい。え、アユガチでうまいんだけど。間違えた、もうなんかアユ食ってる人みたいな反応しちゃったよ今。ちょ待ってて、しかもアユムだし、あの子ね、名前。今からカニタンク行きますよ。お前、俺がなんでこんなめんだよお前。ガチうまいってマジで。来た来た来た、なんかいっぱいいる。アユよ、アユよ、来た、アユ。でもまあ別にゲットできないんだけど。くそー、いや、アユ強すぎでしょ。え、ガチ。え、とりあえずスイカとアユはゲートならずです。さあ、第3試合目、進撃のゆで卵。ゆで卵いたぞ今。ゆで卵はもうゆでてるものなのよ。ゆですぎ卵になっちゃう。ねえ、なんでもうゆでてんだよ。卵だったらゆで卵だみたいになるのに。あ、やばい、ナイス、くれない、やばい、これまずい状況、これまずいね。しかもめっちゃ塗るタイプ。うん、これちゃんと塗りつつチラチラ見る。いや、くれないな。ゆで卵もう一回ゆでるみたいな工程、マジ無駄な工程だけど、ちょっとやりたいまであるんだよな。え、待って、味方にさ、麺なんとかみたいなやついたわ。めちょっと待ってね。麺台、これ麺ゲットじゃない。麺、まあ麺って言ったら基本的に俺中華麺が思いつくんだけど、うどんとかじゃなくて。やった！あ、いるな、そこ。よし、来た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 。まず奥を狙いつつ、終わった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 。しかも傘。あ、もうこれカバーする。で、それカバーすれば全然。なんなの、その一時停止二段階右折みたいな感じ。もう原動付き自転車バイクじゃねえんだからさ、変な動きやめてくれよ。ちょ、麺もここでね、しっかりこう塗りつ。なあ、麺をしてくれた、ナイス。よし、これはちょっと本気出さなきゃいけなくなったな。はい、麺くれ。あ、もうなんなんだよ、もう。ゆで卵ちゃん大丈夫か。あ、あれ俺がやれば。あ、終わった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 。やったやったやった、ナイス。しかもここでで2枚やる2枚やる2枚やった2枚やった。ナイスくれ、ゆで卵。ナイスをくれ、ゆで卵。じゃあそれを俺がやるから、そしたらナイスちょうだい。これカバー入れるから。どうどう、ゆで卵。これやったら、あ、さす、今ゆで卵一回ってくると思うから、これをやれば俺が救われる世界。ゆで卵やったよ。どう、よし、やってくんない。くそ、なんかこの傘さ、マジで。もう母さー、いや、母さん呼んでるみたいになっちゃった。麺ゲットでーす、イエーイ。これで醤油ラーメンとか塩ラーメンがギリ作れるぞ。マジでシンプルなやつ。てか、ゆで卵さんさ、ナイス玉使ってるから。おい、ナイスしてる。ゆで卵もゲットだ。やった、ゆで卵もゲットです、イエーイ。やった、ラーメンにゆで卵入れられる。めっちゃいいじゃん。え、なんかゆでる企画いいな。なんか基本的に飯ってゆでるといいのかな。マジ最高だな。さあ、そろそろバンカラスーパーに行くか。もうレギュラーマッチ、バンカラマッチじゃなくて、俺スーパーって呼ぶわ。もうレギュラースーパー、バンカラスーパー。やっぱレギュラーマッチはさ、結構えへへって感じじゃん。でもあれ、バンカラマッチは、いや、マジでそういうのナイス押す暇あったら、マジでちょっと頼むわみたいな感じなんだけれども、ちょ、俺もね、頑張れば、でもね、あの、マジでナイスみたいな押してもらえるから、実力でしっかりナイスもらいに行こうという作戦で。さあ、バンカラマッチ。あ、味方にお餅いる。敵
ちゃいカブトムシ、もうさ、やめてってか、やめてってか、まあ、あの人は悪くないか。まあ一応ナイスはね、ちょっと押しましょう。誰もしてくれません。まあ別に持ち嫌いだからいいんだけどさ、別に持ち嫌いだからいいんだけどさ、高め合っていきたいなと思ったんだけど、大丈夫か。はい、そこに行くんですよね。どう今の裏取り、裏取りっていうか、なんかすごいことしてきてる人いるんじゃないか、なんかやばい、死ぬのね。お餅はくれなそうだな。はい、終わった。あー、もうなんかいいタイミングだな今の。うわー、ナイスナイス、お餅頑張れ、俺がするカバーするから。どうお餅、これナイス押してくんない。お餅、お餅からナイスもらえなくてゲットならず。さあ、ここで30分ぐらいが経過しました。残り半分、言うてまだサバの味噌煮と麺とゆで卵しかゲットしてないから、まだ欲しいな。まあまあまあ、とりあえずまあ良かったぐらいはあるけど、ちょっとまだそろそろなんか茹でて美味しいもんなんだろう。もう茹でまたお餅来た。もう終わった、無理じゃん、しかも敵もいない、終わったわ。うん、いや、わかんない、もしかしたら2試合目だからなんか運命感じてナイス押してくれるかもしれない。ちょ、運命感じて押してくれるの信じて、ナイスショッテ。他の2人押してたのにお餅だけ絶対かたくなに押さないんだけど、くそー。まあ別にお餅あんます。さあ、何か来い、何か来い、何か来い。バリカタラーメン溶けたアイス。ちょっと待って待って、バリカタラーメン溶けたアイスがいるんだけど、ちょっと待って待って、敵これちょっと倒しまくれ。え、誰もいない、なんで。え、あ、みんなあれなのかな、スロースタートみたいな。あ、そっか、レギュラーマッチか。そうだ、あの皆さんこれレギュラーマッチに変えてきました。もうなんかガチマぐらい真ん中行っちゃったわ一人で。ちょ待って待って、ラーメンすでにゲットしてるんだけどな。これ芋って横から、あい、ゴリ押しペロペロ、グミゲットした。グミ茹でたらなんかめちゃくちゃでかくなるぞ多分。グミゲットです。グミか、まあ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 、ちょ、キリッキリッガクサー。てかなんか事前にめっちゃ言ってるな。それ、うわ、バリカタラーメンだったのか、最悪で、ここに持ってこれなんだよ、よいしょ。あ、終わった終わった終わった、やらかしました。いや、これ入り方こうグイグイ、あ、終わった、これ終わった。はいはい、君何、君何、グミ。しかもグミがさ、ゴリ押しペロペログミっていうのが誰、それ終わり時俺習うよ。はい、溶けたアイスゲット、溶けたアイス茹でるのは溶けるよ、もうさらに。うん、溶けてないカチコチのアイスですら溶けるのに。あ、これ来るんじゃない、キレバリカタアイス、間違えた、何、バリカタアイス、ガチでやってますか、ガチでやってますよ本当に。でも待って、バリカタラーメンだるいな、ちょっと待って、豚骨ラーメンとかじゃないじゃん、味指定されてない。待って待って、バリカタラーメン、豚骨だよな、バリカタラーメンはいくらなんでも。株式会社いくらなんでも豚骨だよな。君、あれじゃない？溶けたアイスはいらないのよ。溶けてないアイスもいらないんだから、この企画に関しては。やめなさい、これ。なんかめっちゃ飛んできて、来た。縦振りを見よ！来た、バリカタラーメン！君、多分溶けたアイスなんだよね。溶けたアイスいらないって！溶けたアイス、しかも汁飲めないから、今回。意味わかんないでしょ、溶けたアイスの煮汁すら飲めない、もうこの企画のアイスに関して。あ、やばい、待って、バリカタラーメンマイナスゼロになりました。マイナスゼロ、それプラスゼロでもあるのかね、最悪。ちょっと待って、グミとアイス、グミとアイスゲットでーす。イエイではないわ、バリカタラーメンが一番欲しかったのに、最悪。まあ麺はあるから、まあいっか。やばいな、茹でる辺結構散々だな。今まで順調で言ってたのに、グミとアイスが入ったことによって急に不安な雲行きになってきたよ。だるい、マジで。もう虫歯になりたくないから、俺グミマジで食わないのに、茹でて虫歯、茹でたらあれか、虫歯なにならないか。うん、だって茹でてるんだもん。肉うどん、え、肉うどん、でも肉うどん茹でるって何？あ、スプラス3が嫌いか、カキフライに見えたわ。が嫌いか、カキフライに見えたわ。おい、マジかよ、肉うどん茹でるって意味わかんないんだけど。ただ味なくすだけじゃん、あのうどんをブヨブヨにして。そこだー、起きるジャ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 麺ゲットです。嘘です嘘です。そんな甘い世界じゃないから。はっ、やばい、よし。
なんだこれ。まあいいや、とりあえずここに乗って。まずい！ちょっと待って待って。まずい！ちょ、まあ、どうしようかどうしようか。これ以上進めないな。肉うどんはちなみにドイツなんだ。こいつ？違うか。結構調子悪い。ここいるね。肉うどんだろお前が絶対！うん、近かった。ってなると多分バケツが肉うどんかな。肉うどんはゲットしたいな。味が薄くなって麺がブヨブヨになった肉うどん食いたいけどな。ほら、が嫌いがもうカキフライに見えるよ。仮に揚げ物とマッチングしたらもう終わりだよマジで。揚げ物とマッチングしたら茹でるのは終わり。カラッとしてるからうまいわけじゃん。そこに水分入れる意味一番わかんないからね。あれ買えそうだな。まずこいつを。うますぎて、君と一緒にチームを組んで世界目指したい。待って、肉うどん全然いないと思ったらめちゃくちゃ味方やん。肉うどん、ちょ、肉うどんに見せるわ。じゃあめちゃくちゃ味方だった。これでこれをやる、これをやる、これをやる、これやる。あ、帰った帰った帰った。これ帰らせたから肉うどんにナイスはもらえないか。あ、あれで肉うどん守れ。肉うどん、あ、肉うどん、お前お前、じゃ見てこれ見て、俺が、ね、ごめんなさい。やっぱプレイで見せるしかねえか。待っとけ肉うどん、俺が絶対お前を世界に連れてく。肉うどんってさ、めちゃくちゃ人気だよね。俺さ、マジでうどんあんま好きじゃなくてさ、ま、好きじゃないっていうか別に好きなんだけど、あんま食わない。マジ米派すぎて、米派すぎて食わないってだけで、そう、好きではある。でみんなは肉うどん食べたりするかな。だからうどん食べんだったら俺カレーうどんとか明太クリームうどんとか、もうそういう系マジで。あ、これさ、マジで肉うどんにナイスもらえるかもしれない。まずここでこれ押します。で、はい、これでリード。あ、ナイス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 押した今肉うどん。ナイス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 。肉うどん今ナイス押してなかったかな。味方ナイス生使ってたから。乗る乗る乗る。ナイス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 押してない。肉うどん今押してる。肉うどん、肉うどんゲットでーす。味方にナイス生いるとありがてえな。これギリギリ前使わないで、ここで使ってここ縦振り。あ、なんか、あー、なんかもう、あの一番近くにいたわ。敵にさ、チーって名前ちゃんの子いるんだけど、待って待って、チーちゃんっていう名前の子いるんだけどって言おうとしたら日本語すごいことになった。うん、チーちゃんっていう子がいるんだけどさ、みんなのチーゲットじゃないかな。どうもドラキュラです。うん、キモいのは分かってる、分かってるから、もう言わないでお願いだから。うん、一番気づいてるから俺が。最悪、やばい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 、ウッチョでーすって言って前出るの、こういう時に。そう、見た今の。敵にドッキリを毎回仕掛けるんですよ、スプラトゥーンっていうゲームは。うわ、びっくりしたー。今俺のこと一切見てなかったのに急に降ってきた。これがドッキリか。試合も勝てそうだし、肉うどんもゲットできてるし、これは幸せに最後はイモリですをしとけば。いらっしゃいませー、いらっしゃいませー、よいしょー。ということで、肉うどんゲットでーす。イエイイエイイエイなのかな。味薄くなりそうだけど、まあまあまあ、でも肉食えるから肉うどんゲットでイエーイ。さあ後半戦、何が来る。あー、なんもないかな。ないよね。ないですね。ここに来てなんもないか。茹でるって料理の中でもその茹でた後の味付けとかが大切なわけであって、やっぱ料理、なんか料理って難しいな。さあこれラストの試合です。あー、なさそうか。でもなんかローズマリーみたいな名前のやついたけど、ローズマリーって何、食べ物。あ、ナイスめっちゃ押してくれてる。お前ら名前さ、しゃぶしゃぶと茹でないポン酢って名前にしてこいよ。嘘です。ナイスをしてくれたこいつらと共に俺は生きていく。ローズは香り飯についててもうまいかよくわかんねえな、正直。正直もうそういうところってすごいすげえってなるだけでよくわかんねえからな。いつか高級料理も作り出すかもしれないこの企画。全部あのもうあの高級っぽくさせなきゃいけない企画ワンチャンある。見た目を高級っぽく、高級料理っぽく、いや意味わかんない、なんなんその企画。てかマッチング企画何でもできるな今思ったけど、 なんかいつかなんかもうあのチーズでとろけさせるとか、なんかもうネタなくなったら多分いろんなことするよ。うん、でもこの企画は人気だから俺も好きだしみんなも好きって言ってくれるからやるけど、うん、いつかなんかマッチングした料理を
誰かに届ける的なこともやりてえな、うん、さあスケジュール変わったので終了ということでゲットした食材サバの味噌煮麺ゆで卵グミ溶けたアイス肉うどんです。イエーイ。まあ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 うまいものもあるけど、待ってサバの味噌煮ゲットしてねえやサバだまあうまいものもあるけど、まあ、調理次第でいろいろ変わってくるのかなってことでいろいろ頑張ってみたいと思います。茹でる大変だよこれ。ということで実食編どうぞ。おはようございます、朝です。朝はグミとサバをこの中にぶち込んだ料理食べたいと思います。えげつないです。あちょーあちょ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 あちょー。皆さんグミなくなりましたはい、ということでサバをグミ汁で茹でたものです。はい、で塩をねパラパラってやりました。サバとかあんま食べないんだけど、まあ焼き魚は好きなんで、まあ茹で魚だけど、ちょっとなんかおかしいなことになってる2匹いて、いただきます。うん、うまっ。サバとアジってなんか兄弟だったりする？なんかめっちゃアジの味するダジャレになっちゃった、うん、うん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 。はい、ということで昼ご飯はこのやつをここにぶち込んだなんか白湯ラーメンみたいなやつをちょっと作れたらなと思っております。へい、お待ち、塩白湯ラーメン風バニラーメンお待ちだ。いただきます。どうなんだろう、誰もしたことないんじゃない？見た目は豚骨ラーメンいただきます。マジでバニラーメン。ちょっと待ってなんか全然うまくないんだけど、なんかうわまずーとかではない、別にうまくないだけ。ちょっと待って、無理や、ちょっと待って、すいません。バニ汁がついてるやつにこれちょっときついっすね、さすがに。はい、ということで夜ご飯作っていきたいと思います。夜ご飯は肉うどんとゆで卵なんで、まずは肉うどんをちゃんと作らないといけないっていうところです。はい、一旦肉うどんを作ります。じゃじゃん、肉うどん完成いたしました。ちょっと一口だけ食べていい？まずこれがどうなるのかが気になるから。うん、まっ。でこれを皆さん、まずねゆで卵あります、こちらに。これをさらにまた茹でます。はい、意味わかりません。そしてこれをですねまた茹でます。はい、意味がわかりません。じゃじゃーん、ゆで卵肉うどんゆでどんどんどん。これうまいんかな味しねー。ゆで卵いただきます。うん、めっちゃ固いゆで卵今回ね、やってみて思ったことが、マッチングした企画と違って、同じようなものを食べてるみたいになっちゃうから、いろんな調味料使っても OK にしようかなと思う。じゃないと、マジで醤油味のものばっか食うだけの企画になっちゃうから、それだとなんかやっててもつまんないし、あくまで美味しく食べたいみたいのはあるから、ちょっとね、いろんな料理をしてみたいっていうのもあるから、そこの調味料に関して、だってこれさ、生姜入れて、醤油とみりんと酒入れて、食べたらさらに美味しくなるもん。まあそれただのあれが肉うどんか。ちょっとね方向性変えて、うん、でも味しないけど肉は旨味があるからうまい。次は炒める辺で会いましょう。バイバイ。